今東銀座のあたりですね、来ていて、今日は銀座のアロフトに宿泊します。チェックインが3時からなんですよね。2時からだと思って、今1時50分ぐらいで、ちょっと早すぎるかなと思うんですけど、ちょっととりあえず行ってみようと思います。改めて客室ですね。以前多分キングルームかなんか予約したんですけど、今回はツインですね。自分がツインを予約してたみたいです。もうなんでかあんま、結構前なんですよね、予約したのは。覚えてないですけど、こんな感じです。この時間まだ1時台2時とかなんですけど、1時間早いけど入れてもらえたのは助かりましたね。前泊まった部屋も浴室なかったかな。でも確かなんか調べたら高い部屋かな、なんか一番一種類の部屋には一応浴室があるみたいな感じでしたね。こんな感じ。こう荷物置ける場所とかもいいですね。棚とかにすると狭くなるんですよね、部屋が。だからこうやって開放感のある感じの方が個人的には好きなんでいいですね。部屋からはなんか見えるかな。こんな感じですね。ちょうど歌舞伎座があそこに見えますね。こんな感じ。綺麗ですね。今回の宿泊費が朝食付きで1万2000円か3000円ぐらいだったと思います。まあ、普段ここのホテルめちゃくちゃ高いんですよ。2万5千円とかするんで、そう考えたらめちゃくちゃ安いんじゃないかなと。2万5千円っていうのもすごい値段だなと思うんですけど、朝食も結構美味しいんですよね。前泊まった時も美味しかったなっていうのを覚えてるんで楽しみです。ただ明日、あれなんですよね。朝食7時から食べれるけど、多分ここ7時40分とかに出発しなきゃいけないんで、あんま長く入れないんですよね。いや、ちょっともったいないっていうか、なんでこんなスケジュールにしちゃったんだろうってすごく後悔してるんですけど、まあしょうがない。今日はもう、とりあえず、今日はもうあんまり出かける予定はないので、部屋でゆっくり過ごそうと思います。先ほど、デリバリーのウォルトですね、それで、フルーツサンドみたいなものを購入しました。元値が結構高いんですね。1400円、しかも2個しか入ってないのに。でもまあなんかクーポンっていうのかバウチャーだったかな、なんかクレジットみたいなのがあったんで、まあ1個配達料込みで1個っていうかまあ600円だからまあいいかと思って注文してみました。楽しみですね。あと2、30分で来るって言ってたけど、前そんな感じで1時間近くかかってたから、まあ期待せず待ってようと思います。今回も結局40分ぐらいかかったかな。まあなかなかね、こういうの時間通りって難しいんだと思いますけどね。まあ自分みたいにこう、ホテルにいて、今の場合はおやつ食べたいみたいなので、頼んだだけなんで、全然いいんですけどね。今夜の8時ぐらいですね。なんか前も来た時思ったかもしれないんですけど、ここら辺って築地が近いんですよね。なんで食事とかしに行けたらなって、翌朝とか、なんか前も思った気がするんですけど、今回もそうやって食事しに行くことはできなそうですね。で、晩ご飯どうしようかなって、一瞬なんか食べようかなって思ったんですけど、最近ちょっとあまりにも贅沢してるので、まあしかもね、ケーキみたいなの、昼過ぎ夕方に食べたし、ちょっと、まあ、やめとこうかなと思います。まあ明日まずビュッフェ、まあ時間がそんなにないからあれだなとは思うんですけど、まあビュッフェが明日食べられる時間が少ないけど、でまあ明日自体そんなに自分のスケジュール的に食事
にたどり着くことが難しいってことは多分ないと思うので、まあもうとりあえずここは我慢しようと思います。部屋からの眺めも綺麗だし、 Wi-Fi 早いんで、ずっと部屋で作業してる分にも快適ですね。ATM にお金を下ろしに行ってたんですけど、遠くから見てもホテルの存在感すごいですね。朝食食べ終えて、もうチェックアウトしようと思います。朝食やっぱ美味しいですね。おにぎりと卵料理だったら、多分卵料理の方がボリューミーかなと思うけど、おにぎりも美味しかったです。何がいいって、やっぱパンとかの種類も多いし、瓶に入ってるジュースとかすごく美味しいんですよね。前泊まった時も口美味しかったなって思ったけど、やっぱ美味しかったですね。先ほど少しここの宿泊料金って普段いくらなんだろうって思ったら、素泊まりでも1万8000円とかなんですよね、大体。1万8000円とか1万9000円みたいな感じで。高って思うけど、まあ、場所がいいんでね、ここら辺、銀座なんで。この隣とか、もう、マリオット系のホテルが並んでて、AC ホテルと東武銀座ホテルってね、まあ、マリオット系のホテルがずらっと並んでるような感じなんですけど、まあ、他の2つ泊まったことないからわかんないけど、まあ、やっぱマリオット、その場合でブランドがつくとすごい高いなって思いますけどね。今回1万2000円、3000円ぐらい朝食付きで、まあ、安く泊まることができたんでね、快適に過ごせました。ではチェックアウトしてこようと思います。